フロイス日本史、正式には日本史は戦国時代末期の日本でキリスト教の布教活動を行ったイエズスカイ宣教師ルイス・フロイスによる変年大歴史書。1579年イエズスカイ司祭序盤にピエトロ・マフェイはポルトガル国王エンリケ一世の命によりポルトガル領東インド氏の編纂を開始した。この時マフェイは当時すでに インドと日本からの通信者として知られていたルイス・フロイスのことを思い出し、同年11月6日にイエズス会第4代総長エベラール・メルキュリアンへの書状を出し、フロイスを布教の第一線から引かせ、ヨーロッパの更新が日本布教に赴く際の資料とするために日本でのキリスト教布教師を書かせるよう依頼した。総長、メルキュリアンはこれを承諾し、インド管区巡査し、 アレッサンドロ・バリニャーノに指令を出した。1583年秋、フロイスは、口の図で、ガスパール・コエリュから、この指令を受け取った。彼は、以後、10年以上にわたって、執筆を続け、時には1日に10時間以上の執筆を行ったと、いう。翌1584年には、第1巻、日本早期を書き上げ、1585年6月14日には、 日曜文化比較を数差で執筆。1586年、日本史1549から78の部がおむね、完成した頃、小江リと共に御機内を回り、大阪城で、豊臣秀吉に越見するなどした。1587年、秀吉がバテレン追放令を発布したが、フロイスら宣教師は日本を出てはいない。その後フロイスは1592年まで日本で、 執筆を続け、同年10月9日にバリニャーノと共に日本を立ち、マカオに到着。この後1594年に第三部が完成した。ところが、この時に原稿を検閲したバリニャーノは、自身が多忙なことや、あまりにも記事が膨大で、本来の執筆趣旨に反することを理由に、編集を加えて短縮することを命じた。だがフロイスはこれに応じず、 原型のままローマに送付させてほしいと、時の総長、クラウディオ・アクアビーバー宛てに書簡を出している。1595年、フロイスは日本に戻っていくつかの年報や報告書を作成した後、1597年に没した。彼の原稿は、マカオのマカオ司教座制度に留め置かれ、そのまま忘れ去られた。1742年、ようやくポルトガルの学士院が、 同書の写本を作成して本国に送付した。1835年に司教座制度が消失した際に原本は失われたと思われる。写本も各地に散逸した。後年に再度収集され、行方不明となった第一巻以外は20世紀以後に徐々に刊行されるようになった。研究により日本史は以下のような構成によって成り立っていったことがわかっている。 本文は現存しない、日本早期と称される、第一巻、フランシスコ・ザビエルが日本を訪れて、キリスト教の布教が開始された1549年から1578年までから、なる、第二巻、そして1578年から1589年までから、なる、第三巻から構成される。ただし、実際の、第三巻は1594年まで執筆されており、 1589年、以後の部分は過失されたものと考えられ、この過失部分を別の巻として扱う見方もある。キリスト教の布教師としてのみならず、織田信長、豊臣秀吉ら諸公、武将の動向から、庶民生活の実情、災害や事件などについて細かく描かれており、一部に日本人に対する誤解やキリスト教的偏見が含まれているものの、 優れた観察眼と情報収集の確実性が明らかにされており、日本史における重要な資料として高く評価されている。また、日本の人名や地名のローマ字表記から当時の発音も明らかになっている。リスボン・ポルトガル国立図書館像の写本をもとに、現存する全文を本国。リスボン・アジュダ文書館像の写本をもとに、 1549年から1578年の記事を翻訳。ABCDF e ハ部トリヒデオ、ソダナオミ。翻訳、フロイス、日本史三部一から四章。比較社会文化、第20号。九州大学、P31、2017年10月28日、閲覧。現存する写本は1594年のものが最後。また、 後に過失されたために、第三部を二つに分ける考え方もある。その中にはその後の戦乱や近況等の事情により、現物や対応する日本側の同時代資料が失われている記事もある。例えば、橋場畜前殿は、ファクセバ畜前道の、ありがとうございます。